で広島はだから広島だからあの秋山、はい、秋山調子悪いですね。だからこれが衰えなのか、向こう1年半ぐらい行ってて試合出てないから、はいはい、それでまあ帰ってきて扁桃腺が痛くて試合出れなくてずっと、だからそれがまあどういうの、まだオープン戦でアドレナリンが出てないのか、あんたも分かる思うけど、もう34歳でちょうど35がなんか一つの分岐点みたいなのがあるじゃない、はいはい、35できたらちょっと 2,3 年パッとできる、うん、そうですね。だからやっぱりあんたも吉彦もみんなあの足の速い選手見てきたけど、足を衰えたら結構バッティングも衰えるじゃない で、はい、で秋山って意外とみんなバッティングバッティング言うけど、彼は走れる選手だった、うん、そうそう。でフルイニング出てていろいろあって、で練習の虫よすごい、去年の秋は来てなかったけど今年のキャンプ見たけど、一番バット振ったりランニングしたのはあいつじゃないかいうぐらい追い込む。なるほどね。だからそれで年取ったら追い込みすぎると疲れが取れる、まあ、確かにそれはあります、逆効果だ。そういう感じで、まああのもし広島が優勝するとしたら、オスナーとサンタナが入って優勝したいよね、ヤクルトは。外国人だと思う。ああ、なるほど。あのね、デビッドソンも。デビッドソンね。デビッドソン、ね、いいですね。これね、やっぱりあの言い方悪いんだけど、とにかくバッティングコーチが朝山が熱心にずーっと解いて、でいろいろビデオ見したりしてから、とにかくセンターが一番ホームラン日本は入るから、狭いからとにかくセンター返ししてくれと毎日のように言っとる。で最初は彼が言ってたのは、僕はドミニカの選手は育成の時からこう来てるからね、だからいろいろこう上から目線で少し言えたんだけど、メジャーも経験してアメリカから来てるからその辺が難しいんですと。そりゃそうじゃのと。でもうそれで打ってきてるから変えるのは難しいけど、足を上げるのを少しちょっとちっちゃくしたり、で動きを少しあのしてくれんかいと打ち出した。でまあマクブルームがおったのもよかった。マクブルームとセンター返しばっかりしてた。で配球的にはインコースをボール球にして、外の逃げるボールが非常に多いんで、それとか落ちるボールが多いんで、それを見極めるためにはセンター返しですよ言うんで、守備はうまいからね。まあそうですね、まあ、ハンドリングもいいし、サードでしょ、うん、はい、で二刀流やりたいで一応球団に言ったんだけど、まあ打ってからいい、打つだけでしやってくれる。まあまあそうそうですよ、ね、それで二刀流やることは肩はいい、うん、取ったら安心。そうですね、もう本当にスローイングで変なとこ投げたことない、うん、スナップピアッとは言う。なるほどね、うん、だから今回白紙で見る言うから、はい、田中康介なんかも結構良くなってる。だけど小園と今競ってるけど、でも小園をやっぱ使っていって将来の軸にしなきゃいかんですよね、うん、じゃあそれは新井監督にちょっとある解説者が言ってたと、うん、で今時フラットに見るってそれは監督のね、綺麗事であって、うん、小園と比べるとやっぱり 2,3 年休んでた選手と、うん、やっぱこれから行こうとする選手じゃやっぱ小園使った方がいいでしょ。いや、わしは言えないよ。わしはもう OB だし、まあ、まあそうですね、うん、だけど今ええとこ言ってくれたんだけど、もし小園が菊池のプレーについてこれたらすごい二遊間になるよ。まあ、まあそうですね。なぜかというと2016年から3連覇したじゃない。2015年までは菊池の速さに田中康介をついてこれんかった、うん、で菊池は同級生だから田中康介に言うと、もうちょっと早入れよとかなんかこういろいろ言ってたよ、お前は早すぎるんだよとか言ってジョーク言ってたけど、で田中康介がついてこれるようになって、やっぱりすごい鉄壁の二遊間でゲッツーが取れるな。まあそうですね、これ大きい。まあゲッツーが取れない二遊間はでも最低ですからね。最低だからね、去年は6-4-3はね多かった、うまいこと投げるから。だけど4-6-3がねランナーが来るじゃない。だからそれでちょっと小園が辻前監督おるじゃない、セーブが、小園のやっぱりねステップとかなんか言ってた。今ボナファイドスライドいて分かる、ボナファイドスライド、ね、だから誠意あるスライドということで、セカンドのスライディングは誠意あるスライドじゃない、はい、ああだからフェアなね、うん、そうそう、あれ潰しに行ったりがあるんでしょ。勘違いしてるんでファンの方も、はい、コリジョンコリジョンって言われてる、はいはい、コリジョンじゃない、コリジョンはぶつかることで、はい、そうそう、ホームだけがコリジョンになる、はい、そうそうそう、でセカンドとかサードはボナファイドスライドっていう、はい、だからボナファイドスライドだから邪魔されることはないんで、ちっちゃくステップする、うん、
避けるにしても、ちょっとちっちゃくても大丈夫で、はいはい、それでも、あの豊が二遊間を持ってる時は、もうみんなローリングスライディングで、お前の足目がけてきよったよ。いや、もう厳しかったですよ。で、そのジャンピングスローしたり、はいはい、避けてこう投げたりしょったよ、はい、だからゲッツー崩しがあったけど、今ゲッツー崩しすると、もうアウトですか、アウトですから、ね、うん、そう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 。なるほどね。だから小園がね、バッティングは技術的にはこうあったのが背中の方に入ってたの、うん、それが入らなくなって、こう ここからそのまま出るからインコース打てるよ、うん、去年はね、もう後ろへね引いてたの、すごい背中の後ろまで引いてたから、うん、なるほど。それ去年の秋からずっと矯正して掴んだ。だから小園は今年は私は打つと思う。お前ええとこ見とるよ、うん、いや小園ね、頑張ってほしいと、うん、で、巨人と阪神はどうですか、うん、いやからジャイアンツはちょっと厳しいと思うよ。それはなぜ？わし、キャンプは行かんかったんだけど、はい、行くつもりだったんだけど行かなかった、はいはい、ジータスやってるから、はい、でジータスでずっと見てたけど、やっぱ菅野が肘が1回で降板したろ、ね、はいはい、で戸郷が、まあ、ちょっと出遅れるじゃない、はい、でまあ大勢はまあ出遅れることはないと思う。ちょ1イニングか2イニングでちょっとしか投げてないから、すぐもうおそらくもう今の時点でピッチャー陣は全員や日本のボールをこうやっとると思うよ。あの、そうそう、ね、元に戻らないよ、はい、みんなそうやったら、アテネの時もすぐピッチャーのやつはみんな、まあどうですかね、ピッチャー担当じゃなかったから分かんないですけど、うん、まあ大体こう、まあ大会で使うボールを使いながら、うんうん、大会期間中は持ってなかったんですか、ね、それは持たない、だから終わった時点でもう持ってない、終わった時点で持ってたんですかね。いや持ってなかったらそれはプロ意識ないよ、うん、まあそれは大野さんが知ってますよ。大野に聞くわ、大野出てもらおうよ。そうですね、大野出てくれますか。達川と大野に頼む、全然違うよ。なんでですか、人気が。達川さんですよ。いやいや、大野すごい。この前大野とトークショーやったのよ、はい、あるホテルで、はい、そしたら大野の日本も 4,50 人来とったよ。ああそうですか。どこでやったんですか。うん、あるどこで会えてるホテルで、広島です。広島で、あそれでわしの日本も来とった、一人だけわずかおった。いいじゃないですか。いやもうほんまに大野の人気に改めてね、うん、びっくりした。やっぱ寂しいですか。まあ、寂しいないね、わしは大野の紐じゃ思うとるから。いやそんなことはないですよ。いやいやいいんだよそれで。いやそれで巨人は、巨人はやっぱりね、坂本なんや、お前のいつも言う、坂本ね、坂本お前がいつも調子悪なった時言ったよね、はい、センター返したら良くなるのになぁ言うて、今もう本当にどうしたんかいぐらい吐きがないよ。オープン戦だからかもわからんけど、ゼロ割いくつよ。080だったですかね。まあそれはちょっと前、ああちょっと前なら覚えちゃうが、はい、まあ要求されてることがすごく、うん、まあ長打というかね、まあそういうことを言いながら、いやだけど、はい、2000本以上したバッターにさ、今さら長打はないだろうと。まあでも本人も長打は欲しいって言うけど、まあ、まだ20歳代ならええよ。まあ、今その科学的になってて、うん、まあ、例えば打球のスピードが何キロとか、うん、まあ、それがなんかこうレギュラークラスからすると遅いらしいんですよね、まあ、でも技術は確かなものがあるじゃないですか。やっぱりお前インコースの打ち方といい、ね、やっぱりショートの守備といい、門脇新人の、はい、この前出てたけど、坂本の7番とか8番いうのお前、もうわしは原監督は指示してるけど、まあそりゃ7番8番いたらもうやめいことよ。まあそうですね、お前1、2番3番まで打ったった選手がよ、7番8番打つか、まあ、なんぼオープン戦じゃいても、いやそりゃ奮起せよと、うん、まあそういう叱咤もありますけどね。だけどそれはね、読んで隼人、お前のおかげで3連覇できたしね、最後キーはどうしたらいいかとな。それはまあ7番8番行くことは衰えたことなら、まあね、だけどそのまあ例えば打席立たすために門脇とか、まあ、若手ゴールじゃないか、あれらをたくさん立たそう思うと思うか、それは意図は分からないけど、坂本には資本がある。坂本がある CM をやってたんで、私坂本に、私ちょっと腰悪い気はしもちょっと紹介してくれんかいって紹介していった。坂本さんから言われてるんで、マクレイクもらって。そうっす。それはカットでしょうか。いやいや、いいじゃないですか。それはね。いや、優しい男ですから。いやいやいや、わしみたいに全然知らんのにさ、丁寧に場所まで教えてくれて、お金払ったよ。あ、そら。それで払ったよ。それだと、坂本のあれじゃない、ちゃんと。もちろん、もちろん。もう領収もあるから。いや、そこまでチェックしないですから、大丈夫ですよ。いや、それで、巨人はやっぱりそういうところが苦しいと。
や苦しいし、まあ、長野が頑張ってるしマッチも頑張ってるし中島骨折したけど中田どうなのかな、中田さんでこんなかがむんかなまた、うん、まあでもあれでずっとやってきてますからね、やってるけどあそこまでかがんでないけど110キロにまた体重してこう、でも状態はいいらしいですよ。いやわし見た時全然打たんけどもうん、まあオープン戦だからじゃないですか。まあそうかな、うん、でもまああと外国人もちょっとねわしゃあんまりちょっとどうかないう感じじゃないな。まあ守備はねまあそこそこうまいけど、まあ、去年の2人が守備がちょっとね、ポランコは今ロッテ行ったけどな、はいはい、うん、まあそんなこんなで行ってさやっぱ中日ドラゴン